今回はアマゾンで評価の低い商品を買ってしまいました。はい、ということでね、ボンシェールはイモリと金魚を一緒の水槽に買っているんですが、その中でちょっと、ね、イモリが休める場所を作りたいと思って、水槽の中にねオブジェを入れたいと思いました。その商品が、まあ、こちらにあるんですけれども、この商品ね、まあ、Amazon の方ではこんな感じで売られています。むちゃくちゃなんかいいでしょ？これなんか古い家みたいな感じで、水槽内でもめちゃくちゃね、映えると思うんですよ。これ2000円ぐらいします。ただし、問題はこちらの評価なんです。はい。中が壊れてたとかね、全然使える代物じゃなかったとか言われてます。しかも星1の評価が一番多いんですよ。これ大丈夫かなと思いながら、ただしこちら、まあ、返金かなんかの保証が30日あるって書いてあったんで、一応ちょっとまあ試しに買ってみようかなと思いました。まあ、こういうものはね、他の人の評価に惑わされずに自分の評価が大事だと思うんで、ちょっと中身を見ていきましょうか。はい、ということでこちらね、アクアリウム、水、植物、オーナメントタイプ A 新品ということで、こちらをちょっと開けていきましょう。まあ、返さなあかんかもしれんから、ちょっと綺麗に開けていきましょうか。開けるときに壊れたらあかんので丁重に扱いましょう。でこちらの方にこちらイメージ図を出しておきますね。さあ、評価が悪かったこちらの商品、はい、出てきますよ。まあね、やっぱりね、こういう販売してる側もちょっとずつこうね、ブラッシュアップされていくと思うんですよね。初め評価悪かったけど、ちょっとずついいものを出していくという感じでね。なので、お、なんか今のところいいんじゃない、あ、いいんじゃない、当たりじゃないかな。おお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 、あ、いや、いいですね。いいです。まあ、こんな底のところは見えない部分になるんで、まあ、重みもある程度ありますし、まあ、こちら裏側になるかな。こっちが、おそらく表側になりますけども、こちらの商品と見ても、大差ないと思います。いや、これね、いいよ。あの、色とかもね、こういう感じの古めかしい家、のデザイン、はい、なんかこうハゲてるなって感じるとことか欠けてるなっていうところもないので、いや、これね、思った以上に当たりちゃうかな。ええー、わ。はい、ということで今回ですね、こちら水槽に入れるオブジェを購入したんですが、ボンシュールはもっとちょっとね、ひどいもんが来るかと思っていましたが、まさかまさかの結構ね、しっかりとできていて、こちら欠けてるとことかもなかったんで、非常にね、買ってよかったです。ってことでね、まあ、皆様、評価いろいろあります。買う前ね。ただまあ、返品もこちら可能ですよって言われてる商品なので、試しにね、自分が見た時に気に入った商品っていうのはチャレンジして購入してみるのはいいのではないでしょうか。はい、なんかこうハゲてるなって感じるとことか欠けてるなっていうところもないので、いや、これね、思った以上に当たりちゃうかな。